どうした、浅井さん。俺話聞くよ。はい、こっちおいで。違う話だ。違う話、何があったの？ちょっとこっちおいで。こっち行ったってやるよ。あ、いい。そこ座って。こんにちは。こんにちは。不正受給の話じゃないんですよ。不正受給って何ですか？過去の判例ないですね。何の不正受給？不正受給ってみんな不正受給だからいいんじゃないですか、そんな誤解を招感じ。くようなこと言わないでください。誰が不正受給ですか？じゃあ明確今どこね、の不正受給。俺はね、浅井さん、新宿区役所を訴えようと思ってんの。何を訴えるんですか？裁判を起こそうと思って。どこを気に食わないですか？100万円請求された区役所に。100万円？100万円。おお、すげえ、区役所も根性あるな。根性あるよね。ほんとムカつくよ。いや、笑ってる場合じゃないよ、浅井さん。いや、そいつと友達になればいいんだよ。友達になんかなれないよ、そんなの。冷たいなんのだっですて？けど、いや、100万円払えって言われた。言ってる不正受給のことさ、言ってるでしょ。不正受給じそゃしなたいらね、の？その、違う違う、不正受給じゃ決めた本人がね、出てくるから。で、そっからあれだよ。本人が出てきて、そっから話し合いにすればいいや、もう話し合いじゃない。裁判するって決まったのも。ん？ダメだよ、裁判じゃないよ、話し合いだよ。何話し合いって。行って、してその不い正や、受給違うについの。もう話し合いには応じませんって言われてんの。え？向こうは裁判でもじゃあ何でそれはやり方が下手なんだよ。まず不正受給のことについて違う違う、不正受言給じゃないの。不正受給とは言われてる。言いに行くの？不正受給ではこれないはの。何なんですか、どういうことですかっだ、て言っもうて、それはもうそれ3で年間そこ話しで合ってんの。言い勝ったら、言い勝ってそこで勝利して、それ不正受給は、だから不正受給の話し私てなはいっ致つしんの。ておりませんって言っじゃたら、不正で受給そはしこてないからの？代表者が出てくるから、そこだ、で代表者はもう課長と話おしてん友の。達になる。友達になれないんだって、もう3年間課長と話してんいや、それはの、俺。課長じゃない人がいるんだよ。だからダメなの。生活保護課のあトッなたプだ裁判かやったら負けるよ。裁判やっちゃダメなの、この前。裁判やる、俺は。だって許せねえもん、だって100万円さあ、の向こうの力が読めないんだよ。向こう課長だと思ってから裁判なんて言ってるけど、課長じゃないんだから、相手は。だからそんなところで裁判なんか起こしたら首くくるようなもんだ、やめた方がいい。いや、俺は戦うよ。ちょっと乾杯しよう。乾杯。お疲れ。何これ。これお茶。お茶。お茶お茶。お茶パック入ってるからごめんね。はい、乾お杯。茶、これだよ。彼女のお茶だ。彼女が作った。なんかね、浅井さん、今500人見てるから自己紹介お願いします。浅井でございます。神です。今回本出版しました。どうぞよろしくお神様願いでします。す。神様です。どうも。神様じゃないよ、まだ。だ。神様っていうのは、和道さんが自分を持ってる言葉で、それは自分のことを神様だと和道さんは思っています。でも、神だよね、私は神でございま神だ。神です。いや、そう言ってもか、私が神様になったじゃない。だからいや、ね。自己紹介してもう一回、ごめん。もう一回、黙って聞いてるから。いや、和道さんは神でございます。俺が？そうやると不正受給の、不正受給の神。違うよ、不正受給の神でないよ。不正受給について、私は、やっておりませんって、殴り込みを福祉事務所にしてくれば神となります。だ、ぬく、殴り込みに行くんだよ、俺。殴り込むんそう、だよ。殴り込みないんだよ。だけどね、それ、裁判っていうと、あれだよ、その向こうは本当の神様なんだから、だから、え、何、新宿役所って神様なの？だから、そう、怖いものはないんだから。だからね、そんな裁判なんてあれだ、あれだよ、戦いの道具にならないんだよ。だから、神様に向かっては、お話しして、お友達になって良いように人生を進めるしかありません。なるほど。今日どうしたの、浅井さん。今日、あれ、カラオケ？カラオケ？今日カラオケあんの？いや、カラオケまだ私手はずできてないんだもん。だってあれだやんもない、今日。今日カラオケおなし。後藤さんについて、後藤さんでなかった、新しい曲を作るっていうことについての、進展が見られない。え、何、新しい曲作ってんの、オリジナルで。自分の曲作ってんの。自分の曲？そういえばこの前、レクチさんといた時に新しい曲ができたけれども、あれは日赤に持ってきたけど、あれは音が光になったって、後で誰かに教えてもらいました。音が光になった。はい。あれ、なんだかの、
何音楽が医療が音楽に変わった瞬間ってあの乗っけたけれども YouTube にそれは音が光になった瞬間です。なるほど。浅井さん神です。いやあなたも神ですよ。そんな俺も神なの。浅井さん自分で神なんでしょ。え神なんでしょ。何浅井さん自分で今さっき神って言ったじゃん。私は神です。神いやもうこれ神はもういいんじゃないかな。うんとなんだか神ってね、うん、世の中の人みんな神にしたいけれどもそれってみんな神様なんだから難しいね、うん、それどうしたらいいんでしょうね。どうしたらいいんだろうね。浅井さん眼鏡汚れ拭いてあげるよ。あの見えないでしょ。眼鏡、ね、外して。あのあれだいいよ、ね、空き缶のあれだよ。あ空き缶の汚れか。ちょっと洗ってくるからみんなと話してて。みんなあのなんでだよ。ちょっと待って、ま、悩み相談してくれるんで浅井さんに質問して。違う今洗ってくるからちょっと待ってて。洗ってくる。浅井さんに質問してください。見えないよこれ質問しても。はワドーさん優しい。そうワドーさん優しいのね。だからみんなも神になってください。うんとキャッシュフローの以下をと聞かわず振り込みされた時点で収益とみなすしかない現行法と戦う。どこに行っちゃったんだ。目綺麗ですね。あおばちゃん目が見えなくなると5年ぐらい前に思ったの。でもね目が見えててよかったな。うんと浅井さん美人さんですね。ありがとうございます。おばちゃん嬉しいです。は横す見えちょっと待って直すか。横顔が神だ。横顔が神だ。あはははは。ありお兄ちゃんも一緒に来ましょう。うんとそしたらきっとあの世に行けます。あの世っていうか、うんと、この世界じゃない、神の世界に行けます。和道さんの悩み解決してあげて。したいと思ってるのよ、今。だけど、さっきのにしてないのかな、やっぱり。うんと、和道さんの悩みは、就職って、いや、多分さっきちょっと思ったんだけれども、うんと、これであれだよ、うんと、全部ダメになったらきっといい方向が現れます。浅井さん手を振ってください。はーい、はるちゃん、はい、浅井さん、はるちゃん眼鏡綺麗にしたよ。だめ、もうつけないでよ。今綺麗にしたのに。え、ね、メガネ俺今洗剤で綺麗にしてきたの。なんでそこを指紋つけるの。メガネってぐじぐじ、これえ、見え、記憶綺麗でしょ。綺麗になったでしょ。わー、すげえだ。すげえでしょ。すごいでしょ。なあ、浅井さん、あと浅井さん、これレンズ入ってないから、これレンズ買いに行こうって言ったら買ってあげるから。レンズいらないよ。片方レンズついてないから。いや、これ目見えなくなるの。浅井さん、トランプ、浅井さんの俺の空き缶取りに来て、うん、行くよ。どこにいるの。今行くから。本当に今になっちゃったの。おばちゃんは空き缶牛になっちゃったの。困ったな。まあ、今行くから。どこですか。浅井さん好きで、浅井さん、いいよ、浅井さん、はーい、はい、はい、可愛らしい浅井さんですね。わん、わん、わん。どういうこと。どういうこと、浅井さん。え、可愛らしい浅井さんですね。あや、だ。なぜ眼鏡のレンズを即触る。そして死にました。眼鏡のレンズ、よくわからない。この片目が見えればいいかと思ってます。うん、僕のばあちゃんになってください。はい。浅井さん、今いくつだっけ。愛人が欲しいっていうことじゃなくて、和道様の希望。愛人がよくわかんないな。野口さん。本当だ。ワイルドな神だな。ははは。は、ワイルド、いや、ワイルドじゃなきゃ神になれないよ。ワイルドって何。浅井さん、オッケーオッケー、もうオッケーだわ。浅井さん、いいキャラして、いいですか。うん、オッケー、オッケー、もうオッケー。浅井さん、今日、犬なの、そう。わー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 って世界に噛みついたの。そう、俺ヘッドホンつけてるから。みんな犬になりました。うるさいから、本当に。浅井、もういいですか、これ。浅井さんのルハコさん。もう大丈夫、もう浅井さん読まなくていいよ。え、大丈夫、大丈夫、もう終わり、もう終わり。
ちょっと朝井さん、俺と話そう。はい。うん。朝井、今日どうしたの？今日どういったご用件で？用件？うん。いや久しぶりだったから元気かなと。ああ、そっかそっか。朝井さん元気だった？ん？うん。右のほっぺ膨れたね。そうなんだよ。わかる？ここ。うん。ここ腫れてんだよ。そう。ほら。ん？うん。歪んでるでしょ。リンパが腫れてんの。うん。だってあなたはさ病院で山ほど薬飲んでるんでしょ。そうだよ。でも解決しない？だって精神病だもん、しょうがないじゃん。精神病でリンパが腫れてる？いやいや病気は関係ない、これ。これ原因不明、わかんない。ん？リンパが腫れてるのなんでかわかんない。リンパが腫れてるのは？リンパが腫れてるのは体に炎症が起きてるからリンパが腫れてるんでしょ。あ、そうなの？特にそっちだからね。うん。頭に来てるんだよ。頭？そう。頭がやばいの。ん？頭がやばいの。だってこの辺に来てたらここが腫れるじゃん。おお、え？いやだからね。いやだって浅井さん今日カラオケ行きたかったんだけど、浅井さんと。カラオケ、あ、それリンパ治るかもしれないね。うん、カラオケやんないの今日。いやあの人がやる人はやるよ。あの人誰？名前不明。名前知らない人？うん、だけどカラオケ行きたいしてた。誰？どこで出会ったの？新宿御苑。新宿御苑何やってる人？寝てるよ。寝てる？うん、寝てる？だけどカラオケに行きたいしたから。だから新宿御苑寝てる人に話しかけたの？みんな寝てる人にはみんな話しかけるよ。うん。いやだから、したらカラオケに行けばそれ取れるかもしれないよ。どこが悪いかもうちょっとさ、だってこの前から言ってんのに。あの浅井さんの歌聞きたいっていう人がいるんだけど。私の歌？一曲歌ってよ。歌う？うん、な何歌う？得意な歌何？うん、いやまず今それ、まあそこ、うん、それを見立ててんだよ、それ。おう、歌で直すよ。ん？浅井さんの歌で、光で。光で？うん。だってあれだもん。うん。毎日2時間ずつ3日行けば、いれば弾くと思うけど。あ、そう。うん。じゃあそれ、だとこれあれだもん。うん。これそう、それもないと UFO じゃんか。これで場所も UFO だよ。ここだよ、首の、ね、根元だよ。ほらほら。ほら、そこにあれがあるもん。どれ？それで行ってるよ。うん？あと上はどうだろう？上。うん。いや、多分そこが来るっていうことは、うん、足は治ったの？こうやって座ってるから。足治ったね。痛くなくなった膝。浅井さんの言う通り治ったよ。足は治った。治った。じゃあ今度それ治せばいいんですか？そこ、それでそれちょっと待って、今私の見立てだけどまだ悪いとこきっとあるよ。嘘。これとあとは、うん、だからね、左の股関節が前にずったからってそうだったんで、それを、下げればいい？違うな。なんかいいもの食ってそして深呼吸すればいい。いいものっていうのは、うん、椎茸とかパイナップルとかそういうもの。椎茸も私のおすすめじゃけダメだ。パイナップルも、うん、パイナップルは一般的に売ってるスーパーで売ってる380円のあちこちで売ってるな。あのパイナップルがいいな。どこで売ってるの？じゃあ買ってきてあげるか。一緒に買いに行かない？今から遠いの？いや、そこを買いに行けばいいし。で、それパイナップルとそれ椎茸もここにあるよ。それ椎茸とパイナップル食って、うん、してあと深呼吸は、うん、ここのところに、うん、向こう側に、うん、要するに
背骨がずれて、心臓が圧迫されてんだよ。だからね、こうなってんだよね。これ、それは取らなきゃなんないから、ここをこう膨らます息を、今できないよ。ここを膨らます息をすると、これが取れてくるから。どういうイメージ？電池1日半。1日半で治る。その呼吸はどうやってやるの？だから呼吸の方法は教えるから、だから。今やってみたい。え？今やってみたいんだけど。今やってみたい？うん、早く治したい。そっか。それ食い物を何かに変えれって言うんですか？うん、まあ例えばっていう、例えて椎茸とパイナップルの引き目はこうなるんだから、だから、いや、もし竹村さんという人が出たら、向こうからそれ炎症を消してもらう、それで消してもらうから、してその後私の呼吸を。竹村さんが出たらってどういうこと？電話に出たら。竹村さん電話すんの？俺が。浅井さんがすんの？竹村さん、あんたが電話して直したら、それ直してくださいしたら治るね。だから、要するにね、あなたは女全般に信じないから、だからね、竹村さんに直してくださいって、はってやったら直るよって言われた。だから、竹村さんって誰？一応あの本能で、何パーセントの利益は山田さんに出たよ。山田さんに あの本に何パーセント協力してもらったから、2% 入れた。山田さんって誰？あとはあれだよ、いや本当にかけますか？何時ですか？大丈夫かな？竹村さんいるかな？あんたかけるんですか？いや、俺、竹村さんって電話ありますか？電話ない、俺電話それでかけたら、そのあなたのその本当そっちの電話で、あ、これ電話繋がってん、インターネット用の、だって私が直してくださいっておかしいじゃん、効き目が半分。いや、まあまあ、こういう人がいてってやっぱ浅井さんから言わないと、浅井さんから言わないと伝わんないから、いきなり和道ですって言うとなんだってなる。和道です、なんないよ、この人はあれだ。いや、ちょっとそこは浅井さんからお願い。いや、それであれだよ、もしあれだよ、本人がだって私の電話で行くんだよ、うん、非通知にする？いや、非通知にしなくていいよ、大丈夫大丈夫、非通知にしたっていいよ。なんで非通知にしたら誰か分かんなくなるんだから。え？とりあえずよく、いや、声非通知にしよう。なんで知り合いに非通知でかけると意味が分かんないでしょ。いや、あなたがかけるんだよ。なんで俺が電話するの？俺はなんて言えばいいの？え？俺なんて言えばいいか分かんないもん、そんな。ほっぺが腫れたんだけどさ、で、直してください、お願いしますって言えばいい。人から聞きましたって言えばいいし。意味が分かんない、いたずら電話だと思われる。思わないよ、この人。思われるでしょ。思わないよ。いや、むちゃくちゃ、やだやだ、電話いい。じゃ電話やだ。え？なんで俺そんな知らない人にほっぺた腫れたのに直してって意味が分かんないでしょ。治りたい人は今すぐ。じゃあな、いい、じゃあ今日はいいや。もう直さなくていい。やだ、もうやだ、いい。え？いい、もうめんどくさい。やだ。そういうの嫌いなの、俺。誰かの声が入れば治るかな。うん。
なんだったっけ、パイナップルジュースして向こう、うんうん、息するでしょ。変じゃ直してくれて、どこが悪いと思いますかって聞かしたら、寝てんのかもしれないね。フォローありがとうございます。ほらやっぱり出ないじゃん、うん、もしもし、私の隣にいる人は本当はどこが悪いでしょうか。え、何留守電に入れたの今。これ分かる。え、ちょっと待って待って、留守電に、何、私の隣にいる人って名前分かんないじゃん、留守電に入れても。この声聞いたら向こう側分かる。待って、そのうち聞くだろう。そのうち聞くだろうって言われても。何どういうこと。あれだ、あれだ、俺ここでしょ、うん、ここに問題があるんだから、うん、腕を再形成する。腕を再形成する。そうだから、どっかあれだ、うん、腕、俺のまずこれがまず、これが悪い。分かった分かった、俺の指輪外す、指輪、分かった分かった分かった、ちょっと待って、腕を再形成するの意味が分かんないから、俺の腕を再形成するの？そっちが悪い。指輪を外すのね。これそっちそっち。分かった。これね。それ、うん、それが悪い。はい、外した。で、え、何？あ、そっちはあれ、人差し指ある方がいいよ。人差し指は指輪あった方がいいの？うん。ちょ待って、もうわけわかんねえな。待って、それ待って、人差し指もしなく、うん、ないとしたら、うん。うんと、ここで、ここに。ここに。うんと、ここに息を入れる。ここ、ここに。そこじゃない。もうちょっと、うんと、後ろ、うんと、上、1センチ。うんと、息を入れる方向は、この方角に。もうちょっと上だよ。今こうなってる。こう。惜しいな、もうちょっと頑張る。頑張る。ふぅって、頑張る。ふぅって入れる。あ、ちょっと待って。一応まっすぐやったの。ちょっと待って。ちょっと下ろしてみて、うん。あ、ちょっとおかしいな。全体的にこの辺に肺を膨らます、左の方向こうに肺を、もっと胸もこっち、もっと目いっぱいここ、こういうふうに、うん、はい、だいぶいいの、だいぶいいの、はい、いいですよ、もういい、もう2、3回だやっぱり、はい。もっと向こう、うん、はい、あ、よくなったな、よくなったよ、はい、よくなる、あとは何でしょうか。いや、まあありがとうございます、本当に。いえ、浅井さん元気なくなっちゃったの、どうしたの。ん、急に元気なくなっちゃった。元気なくなっちゃった、うん、疲れた、急に元気なくなっちゃった。
なんでかっていうと、うん、いや一番私は人を助ける仕事をしたいのにつまらないことばっかりって一番本当は人を助けたい、いやだけどつまらない仕事に時間が取られてそれに助ける仕事に至らない、うん、例えばつまらない仕事って何の全部だよ全部本を売る、あ、うんと金を貸す、うんとは期間する、これで全部ダメだ。罰、うん、人助けるのが一番に嬉しいな、うん。助けるって、うんと、サジを投げられた人助けるだ、うん。本当は人助けがしたい。そう。うん、だけどそれと、うん、いやそれはあれだよ。だから、うん、毎日ずーっとそれやって死んできて。うん、でも俺、浅井さんいろんな人。まずあれだね。それともう一つ、うん、いや、窓さんが肩の上に乗っかってしまって、これは、ね、私の管轄になって、これどうしましょう？ん？なんて？私の違う違う、窓尾さんが何？窓さん？ワードさんを連れて人生を歩まなくてはなりませんでした。なりたいことになりました。どのようにしましょうか。俺は浅井さんとずっと付き合っていきたいよ。うん、どうした？浅井さん友達だよ、ずっと。そうですか、それは嬉しいです。うん、なんでずっと生きてる間一緒に仲良くしたいよ、俺は。どうしたの、悲しい顔した浅井さん。どうしたの、うん、どうしたの浅井さん。よく助けてくれないと。え、わかんない、笑ってよ。どうしましょうか。うん、どうしたの。ん、なんで泣いてんの浅井さん。何、なんで泣いてんの。どうしたの。どうした。誰かいい考えないでしょうか。ちょっと見よう、うん、見よう。いい考えを募集してます。再三にいい考えください。浅井さんにいい考えを募集してます。そしてフィニッシュですっていうのがちょっと気になるよ。ええ、うん、あ、それだよ。それだけどね、それって実際に、俺彼女いるから。実際にそれ、いや、後ろに彼女いるから。いや、いや、だから、いや、だから前にも言ったように、うん、のそれはあれだよ、あのカメラ持ってあなたが私を追っかければいいんだよ、うんうんうん、でそれは研究所か運動会に行ったらあなたを追っかければ、うん、それ一回やればそれでいいんじゃないか、うんうんうん、それでいいのかな、うん、なんか今日センチメンタルだね浅井さん。ん、なんかセンチメンタルだね。どうしたの。センチメンタル、なんかこうどうしたの、なんかあったの？ん？嫌なことあったの？嫌なこと？うん。嫌なことって。うん。浅井さん、どうして、うん、どうしてそれ元気じゃなくなるんだ、どうして世の中と戦えないのかっていう、ワドワさんのこと。俺？ぶん殴ってやりたいけど。俺のことぶん殴る？ぶん殴るじゃ済まないよ。ぶん殴るじゃ済まないってどういうこと。ちょっと意味がわかんない。なんか蹴ってやりたいもん。俺のこと蹴んの。うん、蹴ってぶん殴ってやつを殺し、こう、半殺しって言うやつだ。男だったら、男だったらそうするよ。なんで俺ぶん殴るの。え、なんで俺半殺しするの。何。浅井
だけどね、うん、男じゃないからどうしたらいいでしょうか。浅井さん女だよ、女性じゃん。ええ、な、なに、俺のこと嫌いなの。だから日にちを決めてそれを写しに行く。そうじゃなくて、浅井さん俺のこと嫌いだったの。ん、嫌いだよ、ちゃんと生きない人は嫌いだ。ちゃんと生きてるよ俺。ん、ちゃんと生きてるよ。ちゃんと生きてる、失礼でしょそれ。な、何それ、ちゃんと生きない人、ちゃんと生きてるでしょ、何それ。どういうところが。斜めに渡って生きれる人の能力がある人は嫌いだ。斜めに渡って、何を。ん、な、何を斜めに渡るの。人生に参加しない、人生を食いつぶす 人だからね。皆さん、和道さんに、皆さん人生食われてますから、それよろしくお願いします。あの、もう人生食われてるって、これ見るでしょ、そしたらね、うん、和道さんが吸い付いてますから、その辺をよく考えて、うん、でそれで和道さんに、うん、浅井さんが配信で仕事食えるようになれってアドバイスくれたでしょ、覚えてる。配信を仕事にしなさいって言ったの覚えてる。ん、この生放送を仕事にしなさいって言ったの覚えてる、数ヶ月前。いや、昔は確かにそうだったけど今は無理だ。いや俺、違う俺、これの生放送生活保護抜けたんだよ、浅井さん。生活保護抜けられて、浅井さんの言う通り頑張ってきたんだよ、俺。生活保護やめた？やめたよ。浅井さんのアドバイス通りに、この配信で稼げるようになって生活保護やめることできたんだよ、浅井さんのアドバイス守ったんだよ、俺。いや、さっきの話だけど、そしたら、ね、なんで向こうでそう100万円稼いできてんの。いや、わかんないんだよ、それは。だからあれだよ、それ能力あると見られたんだったら、うん、毎月1万ずつ持っていけばたちまちファンが増えるよ。いや、1万ずつは返すって言ってるけど、30万は返すって言ってんの、60万は返さないって言ってんの俺。それはちゃんと返し、毎月毎月返しますとは言ってる。30万はただ、60万は仕事じゃないって言われたんだよ俺。働いてないって言われたの。いや、仕事じゃないって何。うんと、だからさ、仕事じゃない、うん、でもわかんない、仕事じゃないって向こう何言ってんですか、働いてないって。だから俺、働いて銀行に振り込んでもらってたの、お金を。こんなのは仕事…だって働いてたでしょ、働いて、それ働いてた、うんと、福祉の紹介で働いたんでしょ。違うよ、違う、それはまた別の話、それ最近の話、ここ半年の話、その3年前の話を持ち出されたの、2年前、3年前の。3年前に言うと…バーやってたの俺、知ってるでしょ、バー、来たことあるでしょ。それで、あのバーは遊びだって言われたの、仕事じゃないって言われたの。働いてたじゃん俺バーで、浅井さんも来たじゃん、石野と。いや、結構真面目そうにやってたよ。でしょ、だからそう、うん、あれ遊びだって言われた。ん、仕事じゃない。それはしょうがないでしょ、向こう国家公務員なんだ。許せねえよ。え、許せねえよそんな。だからそれは、うんと、あれでも絶対にそれは、うんと、そこのところね、その、うんと、理解し合おうっていうのが無理なんだから、うん、だから戦うんだよ。だからそう、戦わないで、全面戦争だよ。ん、戦争だよ。さあ、むちゃくちゃだよ。むちゃくちゃだよ。自殺だよ。いいんだよ。いや、だって、ね、だって、だって、ね、1万円ずつ返した方がいい。いや、ね、返した方がいいよ。いや、俺はちゃんと返す分は返すけれども、ね、生活保護の人は自営業やっちゃダメなんて許せないよ、俺は。頑張ろうとしてる人、世の中にいっぱいいるんだもん。許せないよ、それは。今後の日本の未来が変わるんだもん、これで。俺は道を開くよ。だから向こうはこう考えるの。あんたが1万円ずつ返して、うん、返して、100万円になった時に、うん、向こうは、ああ、和道さんは本当に正しかったと思うんだよ。
それ以外に。いやでもそしたら向こうの理解もそうかな、ね、それはそれはでも向こうの、世界を変えるっていうことはそれだよ。1万円ずつ違う違う、前例を作っちゃうんだよ、それって。違うよ、1万円ずつ人間だからさ、1万円俺は理解の能力があるのだから、うん、そこに1万円ずつ100回払えば向こうの理解が及んで世の中が変わるよ。だから世の中を変える変える和藤さんは1万円ずつ100回払えばいい。いや、じゃあそれは絶対ダメだと思うの。30万は全部払う。だけどね、仕事として認められないっていうことはバーやってる人に対して侮辱なんだよ。これは飲み屋で働いてる人で生活保護を受けちゃいけませんなんておかしいもん。理解、理解、それは向こう側が理解できないことを、向こう側は理解できないよ、頭固いから。だから、いやだからそれ、だから裁判やるの、だから裁判やるの。裁判やったって理解は及ばないよ。それ、向こう裁判やったって何、うん、裁判やったか論争で勝つの。勝つよ、憲法違反だよ、職業選択の自由を犯してるんだよ。人間っていうのは仕事選んでいいんだよ、どんなことでも。何で働いてもいいんだよ。それを国家公務員が決めたらダメだよ。そう思わない？いや、毎日5時間ずつ配信してそれで裁判やったらひょっとしたら勝つかもしれない。でしょ？俺はやるよ。俺はやるよ、浅井さん。5時間毎日配信して裁判するよ。で、みんな戦うよ。こんなの許せないもん。絶対間違ってる。でも許せないじゃないよ。だって向こう側理解が及ばないんだ、うん、及ばないんだよ。でも俺戦うよ、うん、だけど戦うよりも1万円ずつ100回払った方が得だと思う。得だろうね。でも得だと思うよ。ことなきをね、別にあれごともなくね、かっこいいよかったね、ワドって言うと思うよ、みんなも。でもそれはダメなんだよ。そこ戦う、100年後の未来のために考えたらダメだよ、絶対。え、10年後100年後の同じように苦しんでる人たちが同じように苦しむんだよ。生活保護を受けてるのはどんな人なのかって言ったらさ、食っていけない人を助けるために国が作った法律でしょ。なのに生活保護抜けた瞬間に100万返せってどういうことだって。返せじゃないだろうって。それでまた生活保護になったらどうすんだって。それでホームレスになったらどうすんだって。俺そういう人増やしたくないもん。ホームレス減らしたいもん。ゼロにしたいんだよ俺は。絶対間違ってる、国がやってることは。俺は折れないよ。浅井さんも俺もホームレスやったことあるから分かると。100万円払えばその全体的なあの意識が変わるから100万円払った方がいいよ、うん、でも戦ってダメ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 、それは認めることになるから。戦ってとしてさ、和道さんのとさ知ってる範囲でしか変わらないもん。知ってる範囲ってない、法律が変わるんだよ。法律の前例を作るんだよ。これ本当に最高裁まで争うような話だよ、浅井さん。いやだから今までありがとうございましたで100万円返しておくの。ダメ、返すじゃない。俺は借りを作ってないから。だって俺がそっちの方が問題なんだよ。俺がもし100万円受け取ったとしたら誰かに100万円おごったってことになるんだよ。生活保護で100万円誰かにおごった方が問題でしょ、どう考えても。それを区役所がそう言ってるんだよ。頭おかしいと思うよ俺は絶対間違ってると思う。生活保護中に俺誰かに100万円飲み代払ったことになるんだよ。それ不正受給じゃん。そう思わない？俺が100万円お金もらって誰かにおごったって言ってんの。そんなの認めらんないよ。100万円でおごった？そう。って言ってんの？そう。それは簡単だよ、うん、あそこに行って、そしてあのまずガードマンとその旨を話すと。でそういう意識があると、それとガードマンって全部到達したら、それから本人に会って手繰り返すと。これだけで済むよ。何ガードマン？で終わり。ガードマン誰のガードマン？ん？え、どこのガードマン？いっぱい立ってるじゃん。あの福祉事務所に行って、それでガードマンとしばらく喋って、うん、で自分の主張を言うと、うん、でそれとそこに次回が行ったら、それす、うん、とそれからあの、うん、係官のところに行って、うん、で喋ると、うん、これで終わりだ。分かった、うんうん、OK、 そうするわ、うん
浅井さんフワッチ始めたんでしょ。フワッチ、フワッチってこれ放送サイト、これ宣伝みんな見に来てねって言った方がいいんじゃないの。フワッチ、浅井さん放送始めてるじゃん、これ生放送やってるじゃん浅井さんも。あ、フワッチやな、生放送たまにやってますけれども。浅井由紀子でやってんのな、名前は何でやってんの。浅井由紀子でやってるよ。浅井由紀子、浅井由紀子じゃ出てこないよ。漢字にしてみた。漢字にしてみた。漢字ひらがなじゃないの全部。あるっていう字だ。浅井が浅井あった。浅井さんふわっちやってますので、もしよかったらフォローしてください。ありがとうございます。これです、浅井さんのふわっちこれです。うん、うん、いや、もうじゃあ、あの、なんかみんなで困ったことそれ電話で聞いて、それで配信で直したいけど。悩み相談やってるんでしょ浅井さんは。悩みじゃないや。お、現実的な方が腕が上がりません。現実的なこと、浅井さん今日カラオケやんないの。カラオケ、あの、その、あの、新宿業の人が行くしたらやる。あ、そう、どうしよう、俺行ったらダメ今日。行かない方がいいか今日は。わかんない、あんと、うん、歩けないだろうから近くでやるから、ね、幡ヶ谷までタクシーでは多分行かないと思うよ。いや、俺全然歩いていくよ。そうですか。うん、うん、まず、うんと、うん、予定してないからね、都庁も行ってないから、みんないるかどうかもわからない。あ、そっか。北新宿は、うん、電話かければ予定になるかな。北新宿は大丈夫だ、手配してね。じゃあ今日カラオケなしで行かない方向で考えるわ、俺。向こう行きたがってんね。じゃあ聞いてくるから、ね、してそれで。あ、いいよいいよ、地球に。また来週でもいいし、やってる時でいいよ、全然。やってる時また行きたいから。一応行こうって言うよ。そしてそれから間、う、向こうのと、どちらもいいよ、見てくれ。おう、あ、でもほら、いや、今日やるのかどうか分かんないから、行くかどうか分かんないじゃん。だってもう9時だよ、あと3時間後だよ。3時間後、うん、間に合わないでしょ。電話かければいいんですか、配信で言えばいいんですか。配信、こんにちは、あ、いや、皆さんからでも、おう、でも遅いね。うん、今日やめとく、うん、触んない方がいいんだよ。いや、揉まないで。いや、揉んだらダメなんだって。そういう問題で不安です。腫れてるからさ。いや、揉むとそういうもんじゃない。腫れてるから揉むじゃん。ちょっとどうなってる。ちょっと待って、触っていいかどうかおばちゃんが判定する。絶対触っちゃダメ。ここ組織は崩れてるもん。ここだよ、ダメ、絶対触っちゃダメだよ。これダメだって。おばちゃん触っていいかどうかすっごい敏感なの、マッサージ師だから。あとはダメだ、こことここは絶対触っちゃダメだよ。あ、崩れたらね、あの、あれだよ、顔が変形するよ。いや、変形してるんだって。いや、だから違う、治った後顔に変形が残る。だから顔だからね、こんなところで変形させたら間も悪人に見えるからダメだ。もう悪人ずらしたんだよ。見てもらえよ。いや、いい顔してるけれども、ここが変形したら悪人に見えるからダメだ、うん、悪人に見えたらこうやってこれ出てるでしょ、うん、したら悪人の顔で睨んだらみんな嫌だって言うでしょ。あ、そうだよ ね、 だ、 よね。だから仕事のためにこれは戻る、うん、うんとさ、このまま減るんだらいいけれども、うん、触ってそこだ、まあまあまあだ。組織がでもやることはないよ、関係ない。うんと腫れとは関係ない、うん、これ組織が崩れたら顔が変形するんだって。変形したらもう取り返しがつかない。あなたこれ出るんでしょ、うん、変形したら終わりだよ、うん、いい今のところはまあ大丈夫だろう。大丈夫、この辺大丈夫。でもやんない方がいいよ、何の意味もないよ、うん、何の意味もない。そう、うん、それも負担になってるよ。そう、そう、ここに来てるから負担になってる。首が痛い。ああ、こういうのってあれだ、すげえ。おばちゃん嫌だな、すげえ嫌だ。
どうすんこの辺が痛いの。いや、ま、私触っていいか悪いかに敏感なの。いや、だから長くマッサージ師したでしょ。これ触った瞬間にね、相手を悪化させた時にね、とんでもないことが起きる。それ100回やったやつや。あさ、どこをどういうふうに触ったらどうなるかっていうことがバーッと道のりでパッと浮かぶんだよ。だからね、絶対ダメなんだよ。へんてこりなことはしない方がいい。そーっとしておくんだよ。いや、おばちゃん、おばちゃんだったら大丈夫だよ。おばちゃん変なとこ触んないよ。ちょっとやってみて、どの辺？え、どこが痛いの？そっから？どこが痛いの？だからちゃんとやる。この辺かな？この辺。どうやったら痛いの？そこ痛いよ、確かに。どうやったら痛いの？張ってる感じだぞ。張ってる。大丈夫だよ。それはこれが治ったら解決するから、それ以上触んない方がいい。揉むっていうもんじゃないよこれ。病気だもん。病気が治らなきゃダメだ。じゃあ出かけよう。ありがとうございます。いえ、とんでもない。ありがとう、アセイさん、いつも。はい、じゃあ今日行かないよ、カラオケ。そうだね、今日休みにしよう、カラオケ。まあ向こう行って、どうしてもやるしかない。また迎えに来るよ。あ、迎えに来る。あ、じゃあそしたら行くよ。どうしてもやる、迎えに来て今日やるよって言ってもらえたら行くよ。うん、12時でしょ、やるとしたら。やるとしたら12時ですね。うん、うん、オッケーオッケー。はい、うん、ありがとう、アセイさん、ありがとね。いいえ、とんでもないです、うん、もうそれです。あ、それもあれだよ、これやってる、ここに入ってはそれつけてない方がいいよ、しばらく。これでも大事なもんなんだよ。俺の宝物なの。いや、だから7、8時間でもつけなきゃよくなるよ。まあね、そう、ずっとつけてるからね。いや、あれだよね。ああ、また来るから。ああ、どうしたらいいか、大丈夫か。どうしようね。どうしたの、あ、先生、太った？ちょっと。太ったよ。太ったよね。そうだよ。うん、太ったってあれだよ。私、長く太んなかったけれども。ちょっとふっくらしてるよ。そう、うんと、5キロ太ってすごい。5キロ？そう、5キロ太った。よかった、よかった。立ってあれだもん。うんと、明らかに。あ、筋トレしてるもんね。そう、それで引っ張ってるの。それだ。だからね、すっげえ嬉しいよ。だってね、よかったね。病気がちだったから太れなかったのに。ね、健康の証拠だよ。健康の証拠。うん。うん。気をつけてね。ラコステじゃん、浅井さん来てんの。いや、もう、いや、分かったよ。あの、あれだよ。これ、寺田さんからもらったら、寺田さんね、あの、お茶にまず呼ぶと、それで、カラオケ、カラオケしますって電話かければ、それで、まず今週は大丈夫かな。うん、ダメだね。2、3日は大丈夫だろうね。分かりました。うん、はい。はい、ありがとうね、浅井さん。うん。お疲れ。ありがとうね。はい。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。